時刻は10時を回りました。この時間は、ジノーンインフォメーションをお届けします。ジノーンインフォメーションは、ギノワン氏の生活に役立つ情報を、司法ギノワンからお伝えします。この番組は、ギノワン氏の提供でお送りします。 まずはじめに、5月30日はゴミゼロの日。この機会に、循環型、失礼しました。循環型社会の形成について考えてみましょう。3R、リデュース、ゴミを減らそう。リユース、繰り返し使おう。リサイクル、資源として再利用しよう。ゴミの減量化について、 生ゴミは水分を多く含んでいます。あと一絞り水を切るように心がけてみましょう。ダンボールコンポストで生ゴミを肥料にしましょう。生ゴミ処理容器に対しての市の補助制度があります。お問い合わせは環境対策課。電話098893 内線次に、特定防衛施設調整交付金による、宜野湾市立宜野湾学校給食センター、他3県運営事業の公表のお知らせです。平成28年度、宜野湾市立宜野湾学校給食センター、 他3件運営事業について実施しましたので、特定防衛施設周辺調整交付金要項に基づき、次のとおり公表します。事業の名称、普天間飛行場関連特定事業、教育、スポーツ及び文化に関する事業、宜野湾市、 ギノワン私立ギノ湾学校給食センター他3県運営事業事業の目的は児童及び生徒の心身の健全な発達及び食に関する正しい理解と適切な判断を養うことを目的とします事業内容は運営事業費調理員18名 事業の式及び周期、平成28年8月1日から平成29年3月31日まで。事業の要する経費の総額は5966万3032円。平成28年度交付金額は5300万円。 お問い合わせは、羽衣学校給食センター。電話89、897-8560。次に、未承認、遺伝子組み換えパパイヤ、体能5号の除去にご協力ください。沖縄県において、我が国では、 栽培や流通が認められていない未承認の遺伝子組み換えパパイヤが生育していることが判明しました。そのため庭先に品種が不明で葉柄が赤いパパイヤが生育していたら未承認遺伝子組み換えパパイヤの可能性もありますので果実を他人に配ったり種子を撒いたりするのは控えましょう。 国では未承認遺伝子組み換えパパイヤかどうかについて要望に応じて無料で検査を実施しています品種不明で葉柄の赤いパパイヤがご自宅の庭などに生育していましたら次の連絡先までご相談ください沖縄総合事務局消費安全課電話866 または沖縄県園芸振興課電話8662266または儀野湾市観光農水課電話内線444次に 軍用地の買取について、普天間飛行場、市と県は学校用地や道路用地の確保のため、普天間飛行場ない土地の買取を実施します。市、県に売却した場合、譲渡所得などについては、最高5000万円までの特別控除の対象となります。 なお国税事務所との協議により特別控除を受けられない場合もあります。準備いただくものは、1、印鑑、2、本人確認書類、3、土地、貸借料算定調書、及び土地明細書。受付期間は、現在第1期で、6月30日金曜日まで、 第2期は7月3日から8月31日。第3期は9月1日から10月31日です。なお、受付期間外でも事情に応じて対応します。ご相談ください。お問い合わせは町未来か電話内線309。キャンプ付けら西普天間住宅地区跡地。 について、琉球大学医学部及び同附属病院移設のため、琉球大学によるキャンプ付け欄西普天間住宅地区跡地先行取得を実施しています。受付期間は第3期が5月31日水曜日までです。詳しい内容は西普天間跡地推進室まで ご連絡、ご相談ください。お問い合わせは西普天間跡地推進室。電話、内線、五八五。または五八六。次に、入学準備金、前期。市、育英会、小学生募集のお知らせです。 市育英会では、経済的理由によって、就学困難な者に対し、学士を貸与し、優秀な人材を育成することを目的とし、小学生を募集します。1、応募資格。本人または保護者が、二野湾市に3年以上、引き続き住所を有するものであること。学業、総合ともに優秀。 健康であって、学士の支弁が困難と認められるもの。学校教育法にも定める大学、大学院及び短期大学を含みます。または、同法に定める専修学校のうち、就業年限2年以上の専門家庭に入学予定のもの。対応額は無利息で、年額30万円、40万円。 50万円からの選択制です。募集期間は6月1日木曜日から6月30日金曜日です。提出先は育英会事務局、教育委員会総務課へ提出してください。募集要項は5月29日より配布します。 教育委員会ホームページよりダウンロードすることもできます。採用決定は7月中旬ごろ、その後必要書類を提出し2週間程度で対応します。お問い合わせは育英会事務局、教育委員会総務課、電話892-8280、 次に、女性消防団員募集のお知らせです。地域の防災活動に参加いただける方をお待ちしています。募集人員は若干名。市内在住または在勤する者。18歳以上の者。郷土愛に満ち、防災の担い手とし、思想健康で、心身,身体、強健な者。 三年以上継続して団員として活動できるもの。入団手続きは、入団希望者は、消防団に指定の申し込みを提出、団長及び副団長が面接を行い、応募資格の要件を満たすものを選定し、入団の決定を行います。お問い合わせは、市消防本部警防課、電話、 896-2548次に通訳コーディネーターを配置しました。多文化共生推進事業として市役所内に英語通訳コーディネーターが配置されています。配置日時は毎週月曜から金曜日、10時から夕方5時、 日本語でのコミュニケーションが困難な外国人市民に対する行政手続きをスムーズに行う通訳サポートを行い職員と外国人市民との架け橋となります市民,市民協労推進課お問い合わせは893-4119 次に、保育サポーター養成講座、受講者募集のお知らせです。宜野湾市ファミリーサポートセンター、就学や学習活動など、女性の社会参加活動を推進するとともに、子育てに不安や悩みを持つ保護者への支援のため、自宅で子供を預かったり、保育園や幼稚園の送迎などの育児の援助ができる、 任せてどっちも会員を要請します。対象は市内在住で本講座の全日程24時間にご参加でき、講座終了後にはセンター会員として活動できる方、およびセンター主催の研修会や交流会に参加できる方、講座期間は7月10日から7月14日の5日間、 説明会日時は6月6日火曜日10時から12時場所は市役所別館第一会議室定員は25名です受講料は無料ただしテキスト代と調理実習代として2400円実費持参するものは身分証明書認め印写真 3cm×3cm の写真2枚申し込み期限は6月5日月曜日5時までです申し込み方法はファミリーサポートセンターまで電話でお申し込みくださいお問い合わせは保育課電話内線458またはファミリーサポートセンター電話893 詳しくは宜野湾市役所電話0988934411までお問い合わせください。 以上、ジノーンインフォメーション。この時間は、ギノワン氏の提供でお送りしました。